TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ベプラーです。 J-WAVE ポッドキャスティング TOKYO HOT 100、ここでは今週チャートにしている曲の中からおすすめの1曲をチェックしていきます。今日ピックアップするのは26位にハイパワーデビュー、初登場曲中最も高い順位にエントリーしたのが今回エド・シーランバッド・ハビッツでした。エド・シーラン2年半かけて行った前作のアルバムツアー以降は娘さんの誕生もあったりしばし目立った動きはありませんでしたが、ぼちぼち新しいサイクルが本格始動したようです。リリースタイミングなど詳細は未定ですが、現在準備中というニューアルバムに先駆けてのニューシングルバッド・ハビッツ、悪い癖悪い習慣、まあ人間誰にもあると思いますが、ちなみに私はもうバッドハビッツのデパートです。あとエドが吸血鬼に扮したこの曲のミュージックビデオも公開されていますので、どうぞそちらも。 TOKYO HOT 100 No. 26 on the latest countdown Ed Sheeran Bad Habits J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100